皆さん最近、インボイス、はい、インボイスって言葉よく聞きませんか。はい、空波もですね、何を隠そうですね、空波サラリーマンなんですけれども、個人事業主でも、あるんですよね。本当に収入源はいくつもありましてですねまあ今の世の中、不景気でね、税金はどんどん高くなるし、給料は上がらないしね、それで物価は上がるしでね、なかなか一つの本業だけで食っていくのは難しいですね。ですので僕は副業と言える感じはないんですけどね、副収入っていうのは結構いっぱいあって、でなんとか生活できているんですけどもね、その関係上ですね、最近やたらと聞くインボイス、はい、この制度って一体何なんだろうということをね、改めてですねちょっと考えていきたいなと思います。これ僕税金とかね、そういう会計とかのプロフェッショナルじゃありませんから、だいぶ間違えてることっていうのもあると思うんですけどもね、もし、インボイスについてね皆さん全く知らないとか考えたこともないとかっていう方はね、できれば一緒にちょっと今日はお使いでいただけたらなと、いうふうに思います。皆さんインボイス、はい、インボイスって言葉はよく最近耳にしませんか。はい、インボイス制度が始まりますと。でインボイス制度に、対応できるようにしておいてくださいねみたいなね、ことを、どうかな、やっぱりこう個人事業主さんとかね、フリーランスの方とかね、そういったような方ほど、やっぱりこれは聞いたことがあると思うんですけれど、一般的なね、普通のこうサラリーマンみたいな、方っていうのは、それほどねこのインボイスっていうね言葉考えて、なかったと、いうふうに思うんですけれどもね、空波はですね、一応、一部上場企業と言っていい言っていいっていうかそうなんだけど、会社の、サラリーマンなんですよ。そうですね、その他にも、その給料はあるんですけどもね、その他にも、いくつかの、副収入を持っております。はい、そのうちのね、一つは当然ですけども YouTube の収益ですね。はい、それとかあと、これは公にしてるから、今更なんで皆さんにも言っちゃってるんであれですけど、賃貸のね、オーナーをやっております。その他にもちょっとあるんですけどね。でそういったようなことの関係でですね、このインボイス制度っていうのをもうちゃんとね一応、読んどかないといけないなと思いましたので、この間ちょっとざっと目を通させていただいたんですよね。でちょっとざっと目を通させてもらった結果ですね、本当にね最近こう空波は個人的にはですね、本当に今の特に今の岸田さんになってからだよね、本当にね降って湧いたようなね税金の話とか、法案の話とか、いろいろありとあらゆるものがですね、本当にねちょっとおかしいよねこれっていうような感じでね、どんどんポッと出てきてはね、もしくは可決されたりとか、していって、いろいろと本当にね現政権に関しても不信感しかないんだよねで、そういったような、目で、見てしまうからね、何もかも全部悪く見えてしまうっていう風に言われればね、それはそうかもしれないんだけれども、そもそもねこのインボイス制度って皆さん、どういうことかっていうのはご存知でしょうか。インボイスっていうのはこれは語源としては請求書っていう意味でよかった。はい、そういったような言葉だったと思うんですけれども、要するにですね、消費税をね、こう払うって登録している業者ですよね。はい、そういったようなものに、登録している業者は、今後ね請求書ですとか、領収書レシートとかね、はい、そういったようなものに関しては、きっちりとですね、商品の代金、日付とかそういうの今までのもそうですけれども、商品名とかね商品の代金、と一緒に税率とその税金
の金額、それから、まあ、消費税を、ね、支払う、まあ、登録を、ね、課税業者として登録しているよっていう登録をしたその登録番号ですね、これをその明記したものではないと、このインボイスという制度には対応できなくなると、いうことなんですよね。はい、でこれどうだろうな、これちょっと分かりやすくするためにちょっと例え話をね、したいと思うんですけれども、例えばですけれども、そうだな、どうやって言ったら分かりやすいかな、空波がじゃあバイク屋さんだとしましょうか、バイク屋さんだとします。はい、でそのね、バイク屋さんでバイクを仕入れるじゃないですか。で仕入れて仕入れたバイクを、お客さんに売りますよね。でこれちょっと非常に分かりやすい金額にするんで、そんな金額のバイクはないけども、例えばね、メーカーさんから、まあ、メーカーさんというか、まあ、作り手工場からでいいですわ、工場さんから8万円のスクーターを仕入れましたと。はい、で、8万円で仕入れたスクーターを、10万円でお客さんに売りましたと、この場合、お客さんからもらう消費税は1万円ですよね。はい、ですのでお客さんは商品代の、10万円プラス消費税の1万円を空波はいただくわけです。はい、で、対して、仕入れが発生していますよね。でそのバイク屋さんに対して、バイク屋さんから8万円で、はい、バイクをスクーターをね、仕入れてますので、まあ、その消費税を8000円、払っておるわけです。はい、そうするとその、お客さんからもらった1万円の消費税、それと仕入れに使っている、消費税8000円、それを差し引いて、まあ、要するにその2000円を消費税分として、国にね、納めると、いう形に、なっていきますよね。まあ、そうすることで、まあ、見かけ上ね、国としては、一般のその一番初めにねバイクを買ったお客さんが払った1万円っていうのはその内訳的には、空波バイク屋空波商店が、2000円納税して、そして、メーカーさんが、8000円を納税することになりますからちょうど、1万円と、いう税収が、できると、はい、いうことになりますよね。はい、ただこの消費税っていうものは、その、まあ、年商が1000万円以下、はい、の、業者っていうのは、これかからないんですよね。はい、かからないで、かからないとじゃあ今まではどうなっていたかっていうと、その消費税としての流れでいくと、おそらくですけれども、さっきの流れでいくとね、お客さんが、そのスクーターを買った時に、10万円プラス1万円の消費税で払った1万円の消費税っていうのは、空波の商店に入った時に1万円ですよね。で空波は、8000円消費税を払っているんだから、その差額の2000円を、納めます、消費税としてね。はい、そして、その、まあ、例えばこれはちょっと普通はありえないですけども、そのバイク屋さんがですね、そのバイクメーカーというかその、まあ、組み立て屋さんみたいな感じで、ね、自作をしているところから空波が買ってたと、はい、バイクをね、はい、しててそこの、まあ、組み立て屋さんがですね、なんとですね、年商1000万円いってないと、はい、いう小さなバイク屋さんだったとしますよね、仮に。そうすると、そこは免税になってますから、消費税が。そこは、8000円は、国のお金に入らなくて、そのバイク屋を作っている、工場さんの利益になって、しまうわけですね。はい、これはでもそもそもですよ、まあ、おそらくですけれども国の考えとしてはもともとそのバイクを買った人がね、1万円、税金として納めているものが、実は国に、そうすると2000円しか入ってこないじゃないかと、これはおかしいじゃないかと、いうことなんだろうと思うんだよね。まあだったら、そうですね、どっから取るんだと
もう取ることしか考えてねえからさこいつら。そうすると、そのインボイス制度でね、さっき言いましたけども、消費税をちゃんと払ってますよっていうね、業者として登録をしている、登録番号がない請求書は、ではその仕入れ交渉ができなくなるんですね。はい、つまり、空波商店はですね、バイクショップ空波はですね、そのお客さんから、まあ、1万円、消費税をもらって、その仕入れた会社にね、8万8000円を、払っているにも、かかわらずですね、その仕入れの消費税の差額というのは認められなくなってしまうので、その波が1万円を納税しなきゃならなくなるってことなんですよね、これ。これとんでもないよね。それ結局そもそもがだよ、その消費税を免税に1000万円以下の、ね、まあ、事業者、個人事業主とかね、フリーランスの方とかは、免税にしてあげないと、ね、大変だからということで、そもそもが、始まった制度でしょ、消費税の時。これ何だったっけな、売上税の時にそもそもできたのこれ。で、そういった意図でしょう。要するに、あの個人事業主とかフリーランスの方とか、収入のね、少ない、まあ、業者さんを、助けてあげなきゃいけないという意味で、できた、まあ、仕組みじゃないですか。だからそこになくなるっていうのはこれは当たり前なんだよ。でそこから、取れないからといって、その間の業者から取ろうって、これもう役だよね、これ。この考えなんでこんな考え方なんだよ、これ。おかしいだろうっていう話だよね。でしかもだよ、しかもじゃあ、空波商店としたらたまったもんじゃないよね。利益が、その分、8000円減っちゃうじゃないですか。つまりその利益が2万円あったら、その8000円の分っていうのも引かれちゃうんで、1万2000円の利益しかなくなっちゃいますよね、そのオートバイを売ったことによって。それじゃあちょっとたまったもんじゃないよなっていう風になってくるよね。そうするとじゃあどうなる？そうなると当然、バイクショップ空波としては、あ、じゃあごめん、あの消費税の支払う、ね、業者として、登録してない、その工場 A さん、まあ長い付き合いあるけどね、ちょこちょこそこで組み立てた自作の、あのオートバイを仕入れさせてもらってたけど、ごめんな、まあこういう風になってるんで、今後はさ、申し訳ないんだけど、もうちょっと取引を停止させてもらうわと、いう風になるんじゃないの、これ。ならない？漏れになると思うんだけどね。そうなったら何、そもそもが、消費税をね、免税にする、まあ年商1000万円以下の、個人事業主さんをかえって、いじめるこれ形になるんじゃないですか、これ。仕事なくなっちゃうよね。で、じゃあその今度は個人事業主さんの立場に立ってものを考えてみると、バイクショップその波から取引停止って言われるのはちょっとなかなかこれまた辛いもんがあるから、まあじゃあうちも、しょうがない、そのね、インボイス制度に対応するように消費税を支払う、ように登録をしようかというふうに、なるか、そうですね、まあ、仕事が減るのは覚悟でそのままにするかの、どっちかの選択を迫られる形になりますよね。で、消費税をじゃあ支払うっていう形になったら仕事は減らないかもしれないですよね。まあ、じゃあ、バイクショップ空波に電話してね、あ、空波さん、うちもね、消費税払うような登録しまして、あのきちっとした、インボイス対応のね、請求書を出せるようになったもんで、今後もうちから組み立てスクーター買ってくださいよと、いうようなことを、ね、まあ、言いましたと。でしたら、まあ、バイクショップ空波、あ、そうなんですか、それだったらまあこれ喜んでこれからも、お宅からね、まあ、手作りスクーターそのね、仕入れさせてもらいますよみたいな話で仕事は減らない、ね、なるかもしれないけれども、その代わり今まで払わなくてよかった消費税を払わなきゃいけなくなるんだよね、この、まあ、個人事業主さんとかって。まあそういうことでしょう。だってだ、それだったらそもそも何のために1000万円以下の、年商1000万円以下の個人、事業主を、無税にしたのかっていうの、これもう意味がわからないよねこれどういうことなんだよって、もう考えれば考えるほどもう全くもう意味がわかりません、このインボイス制度っていうのは。
で、まあ、消費税っていうのはね、本当にね、悪税ですよ。こんなに悪い税はないと思いますね。で、まあ、結局ね、まあ、今こう岸田政権がね、解散を打てないと、まあ、人気がなさすぎてね、はい、今選挙したら負けるからっていうね、悲鳴が各選挙区から届いていて、とても解散できないと、いうような状況ですよ。まあ、こんだけやりたい放題やってるらそれは当たり前だよね当然だよ。で、未だに多分おそらくなぜこんなに支持率が下がったかっていうのは本人たち分かってないじゃないのこれ本当に そんな気がするよ。もう本当に、衝撃を通り越してね、もうすでに笑う劇の方の衝撃になってると思いますねこれ。で、まあ、慌ててね、今この低所得者に対して一律またいわゆるそのばらまきだよね、まあ、5万円なりをこう、まあ、配布するようなことを、まあ、また言い始めてますけども、まあ、それでねまた一時こう支持率を上げようみたいなことを考えてるんだと思うんですけれども、まあね、こういう短絡的でアホな考え方しかできない政治家なんていうのはね、もう正直脳なしでいらんわこんなもんは本当にで、一時的にね5万円を払ったってそんなものは焼け石に水でしょう。永続的にじゃあ毎月5万円くれって話だよ。で、それができないんだったら消費税なんかなくせよ、もしくは税率下げろよ本当に。そうして、まあ、経済を回してね、もっと人が物を買うようになって、今物価だってどんどん上がっちゃってさ、皆さんも給料上がらないから買う力なんか残ってねえんだよ国民には本当に。で、そういう状態で、経済を回して、企業にもっと金を入れて、給料を上げてい、くっていう、まあ、その要するにね、経済力なんていうのはその一瞬の臨時収入では全く効果ないの。そんなことも分かんないのかお前らはって本当思うよ。そうじゃなくてたった2万でも3万でもいいの、毎月の給料がプラスに2万円3万円増えるっていうのは全然意味合いが違うんだよ。もう本当にそこをやらなきゃダメでしょう政治だったら。なんでこの時期にさらに増税するんだよアホか本当にアホとしか思えないよ、まあ、俺はもうそうとしか思えない。こんな今のこんな時期にね増税をするバカどこの世界だって誰もいねえだろうって話でしょ。まあ、そこへ来てね、さっきも言ったようなインボイス制度みたいなおかしな話もあって、まあね、本当にもう一旦ね、自民党前に一回民主党に政権取られたけどね、もう一回政権から降りた方がいい、まあ、代わりにじゃあ政権になえる、ところがないって言われて、もね、前の時もそうだったけど、もう別に自民以外だったらどこでもいいっていうぐらい今の岸田政権は僕は最悪だと思ってますね。はい、まあ、海外にばっかり金ばらまいてね、まあ、国内からはどんどん吸い上げてね、まあ、前年の税収だってもう過去最高みたいな話でしょ。そんな中でさらに増税でしょ。もうバカかって話だよね。